イルカのですね、捕獲方法が、残酷だということでですね、世界的な非難を浴びまして、イルカの漁ができないと、まあ、いうような瀬戸際、もしくはイルカが捕獲できないということになって、まあ、日本の新聞とかテレビが相当放送しております。追い込み漁という方法ですね。それから同時に核兵器の廃絶といいますか、核拡散防止条約なんですけども、その国際的な問題が起こりまして、これも日本が窮地に陥っております。同じような問題はクジラにもありまして、長年ですね、日本が国際社会で非難されているのもよく知られているところであります。なぜでしょうかと、まあ、いうことをちょっとここで整理をしたいと思いますが、私がここで出したいと思ったのはですね、あまりにもマスコミの報道がひどいので、まあ、このまま行きますとですね、やっぱり日本全体の空気が非常にこう悪くなるって言いますか、孤立する方向に行くんではないかと、まあ、いうふうに思ったからであります。イルカ漁については日本はですね、伝統的な漁であると、まあ、いうことを、まあ、主力にしておりまして、逆にヨーロッパの方はこの追い込み漁っていうのが残酷な狩猟法だと主張しております。まあ、クジラもほとんど同じような状態ですね。でこれに対して日本ではですね、変な議論があるわけですよ。白人は牛を大量に殺してるじゃないかと、同じ哺乳類なのにイルカとかクジラはかわいそうだけれども牛はいいのかと、まあ、こういうような議論もあるんですね。それからもう一つは地方の重要な産業であるとか、まあ、伝統的にやってることについて外国が文句を言うなと、まあ、いうのがありましてですね、マスコミは自治体を中心に沸騰しておりまして、まあ、テレビなんかでも、まあ評論家の人たちは多くはですね、自分の評判を考えておりますから、多くの人たちがそれはいいじゃないかという方向に話をしておりまして、なぜ世界の多くの国が反対しているのかと、まあ、いうことについての理解を進めようとしておりません。ちなみに私がちょっと言いますとですね、私はクジラが大好きで食べるのがですね、クジラが泳いでるのが好きなんじゃなくて食べるのが好きでですね、よくクジラ料理店に行きますし、そこは非常にいい料理屋なんですね。具体的な名前を言いますと、名古屋に下の一式っていうところがありまして、非常にこうリーズナブルな値段で美味しい魚とか、まあ、いろいろ、食べさせてくれると、まあ、いうことで、大好きなところなんですが、それから、まあ、私はクジラの資源量には問題がないと思っておりますので、まあ、捕鯨も賛成であります。だからといって国際的な見方に反対しているわけではないんですね。というのは、私武田邦彦の感性というのは世界の考えと一致しないことが多いんですよ。自分の感性が世界と一緒でなければいけない。だから自分の感性が A という感性だから世界の考えも A でなくちゃいけないっていうような考えは僕持ってないんですね。自分の感性が A でも世界の感性が B ということがあると、こういうのが私の考えなんですね。でこれに似ているのがこの記事の執筆している時に行われてもう最終段階なんですが、世界の核軍縮会議、これは核、正しく言えば核拡散なんですけど、まあ、核拡散やら軍縮やらいっぱいありますから、まあ少なくとも核をなくしていこうという会議ですね。これが日本がですね、広島長崎の、まあ、見学といいますか訪問と言っておりますが、まあ、英語ですから、まあどう言ってもいいんですけど、訪問を求めていたのに対して、まあ、核保有国とか、まあ、日本を敵視する、中国韓国などの反対、主に中国の反対でですね、訪問が取りやめになったということが、報じられております。で声明は代わりを準備しているということですね。まあ、いずれにしても非常にまずい対応ですね。国際的な情に訴えて核軍縮をするっていうのは無理なんですよ。つまり広島長崎を訪問するっていうのはまずアメリカは反対しますよね。だって自分が長崎、広島長崎に原爆を落としたわけですから、それをみんなで見に行くっていうのはちょっとできないわけですね。まあ、中国はまたちょっと別の方針で反対をしております。まあ、いずれにしても広島長崎を見たから核軍縮ができるってわけじゃないんですよ。実は核拡散防止がきちっといくとかね、そういうことじゃないわけですね。
これは情に訴えてってことなんですよ。で、世界の非核保有国ですね、日本側に立っている国はですね、実はどういうふうなことを希望しているかっていうと、情に訴えてじゃなくて具体的な国の安全を求めたいと言ってるわけですよ。ですから言ってることが違うんですよね。だから例えば日本が被爆国であるので、中心になってですね、非核保有国連合というのを作ろうじゃないか、今までは核不拡散条約だったけども、そのペアとして、非核保有国連合というのを提案して、そして非核保有国連合に加わっている国に対しては核保有国は攻撃しないという約束を核拡散防止条約の中に入れれば、核拡散は実現すると、例えばそういうですね、きちっとした前向きの提案をすればですね、まあ中国は今度は核保有国ですのでね、まあ、手も足も出ませんよ。これはそんなのに反対したら、あなた核やめてくれとか言いますからね、今度は日本が。そうじゃないんですよね。だからイルカ、クジラ、核武装、いずれもですね、日本のように情に訴えて世界に言うっていうのはダメなんです。世界は非常に論理的冷静でですね、多くの国の利害に応じた、利害に適した方法を取らなきゃいけないわけですね。例えばクジラであれば、産業上のことはないんですね。産業上の必要性があるということをいくら言っても、これはもう通用しません。そこで肉が食べたいからという理由で、希少動物とみんなが考えているクジラ、これは希少動物ではないんですが、まあ希少動物考えているクジラを殺害する必要があるかということをきちっと説明せんといかんですね。このためにはクジラの調査、資源調査を長くやってきたわけです。今まで日本は資源調査と言いながら食べる、日本はね、もともと言ってることが矛盾してるんですよ。クジラが食べたいって言ってるんですよ。伝統的に日本はクジラを食べるんだから、お前たちが牛も食べるじゃないかって言いながら、日本のクジラの捕鯨は食べるための捕鯨じゃないんですよ。調査捕鯨って言ってるんですよ。これはね、ここは日本流の建前なんですよ。建前と本音を分けるわけです。で、日本の社会は常に建前と本音を分けてるので、調査捕鯨と言いながらそのクジラを食っていいじゃないかと、こうなってるわけですね。それである時にはお前たちも牛を食うじゃないかと言って、ある時には調査捕鯨つってるんです。で、調査捕鯨って言いながら日本からはほとんど何もですね、科学的なデータが出てこないんですよ。僕が一生懸命調べてね、その見るとどうもクジラの数から言って、人間が食べる魚の量とクジラが食べる魚の量はまあ結構いいとこになってんじゃないかと思ったりするんですが、日本の調査捕鯨からデータが出てこないんですよ。つまり正々堂々としてないんです。正面から議論をやろうとしてないんですね。で、これも情に訴えたり、つまりそれから遠慮して言うんですよ。要するに日本は何を主張したいのか、例えばですね、クジラの資源は十分に回復する、もしくはもう少しそうじゃなくて、クジラの資源が何万頭になった時に、例えば、ミンククジラならミンククジラ、ナガスクジラならナガスクジラがこういうふうに回復した時に、海洋における資源状態がこうなるので、例えばクジラが食べる魚はどうだとかですね、エビはどうだとか、したがってこれに人間が関与したらどうなるかということを国内でがっちり議論して、データをオープンにして、それを国際社会にはっきりと言うってことなんですよ。私が実はですね、捕鯨の国際会議に日本が話している水産庁かなんかの役人と先生が出てって話している議事録をずっと見たらですね、全部日本流なんですよ。つまり相手に配慮してるんですよ。こう言ったら相手はどう思うか、こう言ったら相手はどう思うかっていうんで文章を作ってるから、わけが分かんないんですよ。日本の官僚の文章と一緒に何言ってるかわけが分かんないですね。だから外国はもっときちっと言わないと分かんないので、ちゃんと科学的論理的に言わなきゃいけないですね。これは原発もそうですよね。台湾とか韓国が海産物を規制してる、日本は科学的に合理性のあることをやってくれって言って WTO に提訴するって言ってますけど、日本自体が科学的じゃないんですよ。1年1ミリシーベルトという ICRP の基準を守ってるのか、それが科学的なんですよ。ところが自然放射線よりか高いとか低いとか、こんなこと言ったってですね、これは科学ではないんですよね。放射線の被曝は足し算ですから。ですから科学的と言ってる日本が科学的じゃないわけです。こんなこと続いてたらね、僕は結構日本が今までね、例えば、中国から家電製品を買いに来る、これは日本製品が信頼されるからだと、
日本の食料は安心だと、こういうふうにですね、日本はずっと誠意で築き上げてきた国際的な信用というのがあるんですけど、現在の日本のようにですね、常に情緒的で、例えばその、瓦礫の問題もそうでしたね。瓦礫を引き取らないのは非国民だと、これはやっぱり情緒的なんですよね。だから法律に基づいた瓦礫はいいと、これは情緒的じゃないんですね。だからどっちが情緒的かってことですね。例えば被爆の問題も、天然放射線よりか1年1ミリは被爆量が少ないんだなんていくら言ってもダメなんで、 1年1ミリシーベルトとは天然に加わるプラスされるものですから、並列に比較したってどうにもならないんですね。だけどもそういうのをマスコミが作るんですよ。例えば、煽るとかね、風評とか、そういう言葉で論理を隠すんですよ。科学とか論理を隠して空気を作って、それでやったら、これはね、日本の中だけはなんとかごまかせますよ。この前僕が言ったように、武田をやっつけることができると、武田をやっつけることができるって、武田なんかやっつけたって何にもならないんで、国際的に通用する議論をしなきゃいけないっていうことですよね。そうなると今度は、そのクジラだったらクジラをなぜ食べなきゃいけないの、クジラの資源はどういうものなのか、クジラの殺し方は森で今撃ってるわけですね。血がこうバーッと太平洋にこう散るわけですね。それは残酷な殺し方でないのか、つまり魚は痛覚がありませんからね、痛い痛くないはありませんから、まあ、これはいい、まあいいとしてもですね、クジラは本当にそれでいいのか、じゃあ牛は殺してるって言うと、牛の死に方はどういう死に方なのか、つまりアメリカ人とかヨーロッパ人が残酷でないという殺し方はどういう殺し方を持って言ってるのか、これちゃんとね、そもそも日本人は分かってて、コンセンサスが日本人にあって外国に言うならいいですよ。全くないと思います。私、イルカもそうですね、あの動物園、水族館の中で人工的に繁殖したらいいじゃないかと、つまり養殖ですね、まあ、イルカは魚じゃないんで養殖と呼ばないんですが、養殖、まあ、飼育ですね、飼育と養殖で増やしていくのが適切だと言ってるわけですよ。それに対してなぜ天然物を取らなきゃいけないのかっていうふうにヨーロッパは繰り返し聞いてるんですから、だから天然物を海から取らなきゃいけない理由をちゃんと説明すると、つまり日本はですね、人工的にイルカを増やす能力がないとかですね、それでは足りないとか、そうすると足りないってことになると、能力がないってことになると、技術をちゃんと学びなさいってなりますね。それから足りないってことになると、それは足りないから殺していいってことはありませんよってこう言われますからね。だからここちゃんとしなきゃいけない。ただ私がちょっと今日これ、明日あげようかなと思って書いたのはですね、やっぱりこれはですね、マスコミがあまりにもだらしない、評論家もだらしないので、こういうのを続けてたらですね、それはもうイルカもクジラも核もですね、次々と、それから放射線も次々と国際的な信用を失っていくと思うんですね。だから日本の中だけで通用する情緒と空気というものからですね、やっぱり我々は脱しなきゃいけないと私はこう思いましてね、早速この記事を書いたわけであります。